こんにちは。こんにちは。中央テレビの助田です。南條です。さて南條さん、はい、今日が8月中旬ということで、はい、朝の時刻が今6時なんですけども、はい、今回どんな釣りをするんですか。はい、今日は津田でアジが釣れてるっていう話なんで、なるほど、はい、アジ釣りに行きたいと思います。なるほど、はい、場所はどちらになるんですか。はい、奥にあります津田の一文字、はい、防波堤になります。はい、沖堤防ってやつですか。そうですね、はい、渡し船で行きたいと思います。早速船の方に。そうですね、はい、行きましょうか。はい、行きましょう、行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。調子いいんですかね、さらに。あれが赤灯台。あれ赤灯。見えてきましたね。うん、多そうですね、でも。うん、人多いな。ありがとうございました。ありがとうございます。ああ、着いた着いた。ああ、風がすごいね。うん、風強いな。でも風の割にはそんなに波はないんで、うん。さて場所ですね。場所を決めよう。一旦止めますか、荷物。うん、どんなポイントになるんですか。はい、ここはですね、はい、沖合からだいたい1キロぐらい離れたところにあって、はいはい、で全長が約 1.5 キロぐらいある。1.5キロもすごい長い堤防になります。いいですね。ちょっと歩くには、そう、歩くにはちょっとしんどいんだけど、すごいですね。はい、で、まあ、その 1.5 キロの間にそれぞれポイントがあって、はいはいはい、今私が立っているところが赤灯台、赤灯台、はいはいはい、でずっと行って、はい、でカーブがあって、はいはい、で白灯台。なるほど。でカーブのところがコーナーって呼ばれるポイントで、で白灯台のポイントと3箇所に大きなポイントがあって、でその中を間を釣り歩くみたいな。長いですもんね。長いです、うん、歩けって言われたら嫌です、はい、今日は赤灯台の方で、アジ。そうですね、好調ということで、はい、赤灯で好調ということで、はいはい、やってみたいと思います。早速やってみます。はい、じゃあ仕掛け作りましょうか。はい、仕掛けの方が、はい、南條さんは。私はね、白スキンでやりますので、はい、自分はピンク色のピンクスキンを、はい、使いたいと思うので、じゃあ白が釣れるか、ピンクが釣れるか対決ということで、はいはいはい、ピンクが釣れたら俺もピンクに変えるわ、はい、了解です。はいはい、うん、これぐらい入ればいいか。飛ばん、風で。沈み込んでくれないとわからない。なんか来てるんか来てないんか、そうそうそう、分からんすね、確かに。あ、南條さん来た。来た。おー、重たい重たい。うわ、うわー、これは深い3連チャン大だめでたいんだ、めでたいだ3つはこれ重たいと思ったら重たい大だ。これはこんなん初めてやな。すごいやん、大の3連チャン。なんかめでたいこれはあんま嬉しくはない逃がしてあげ、うん、リリースで、うん、逃がしてあげよう。タイヤがよう引きます ね、ちっちゃくても暴れるよ。あ、来てる来てる来てる、ほらほら、来てる来てる、すごいタイヤ、タイヤタイヤ当たりやね、タイヤ当たりやん、さ
竿先がすごいことになってる、これ。何でしょう。あ、鯛じゃないな、これは。あ、あ、アジだ、アジ。うわうわうわ、何これ。何これ。何これ。どういうこと。どういうこと、どういうこと。おお、アジだらけ。どういうこと、これ。ええー、ちょっと待って。1,2,3,4,5 爆笑。初めてや、こんな雰囲気もかかった。嬉しい。フルやね、フル。フルやね、これ。こんな釣れた初めてや。こんな入れ食いじゃん。こんな5匹もかかった初めて。10センチぐらいかな、15もないかな。お、いいね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 。3 3連ちゃん。あ、でもサバじゃなくてイワシもおるからな。カネちゃん、アジ、アジ、アジ。デイゴ見える、デイゴ。デイゴ見えますね。これアジ。アジ、アジ、アジですね。アジ、はい、アジ3連ちゃん。5枚からわからなかった。ちょっと背中は青っぽいけど。うん。うん、アジ。サイズが細くなってきた。手前の方、真ん中ぐらいですかね。うん。遠投して寄せてきて、ちょっと待ってたら。勝手に食う感じですね。沈め。あ、沈んだ。よし。なんで？こっち側なんですかね。あ、でも軽い。左寄りに釣れてるね。そうですね。ナヨさん、こっちの方がいいかもしれないですね。左寄りに釣れてるな。風のあれと。風と、あと、向こうのファミリーの。あ、エサに寄ってきたんですかね、うん。ダブルヒットしました。アジ2匹。1匹だけ。アジや。アジ。割れるな。よっしゃ。サイズがちょっとまた上がってきたような感じ。うん。倒しるんだ。軽いな、1匹やな、これは。お、お、いっぱいある。おお。タイとアジ。タイが混じってんのかな。タイ、アジ、アジ。違うわね。タイ、アジ、アジやね。ちょっと肩が細い。タイも混じって。おるんはおるけど、アジかな？ちっちゃいな、細い。うまくなってきた。よいしょ。あ、南條さん、ゲット。場所ですわ。まあまあいいじゃないですか、肩。場所やね。いい感じ。うん。結構大きいですよね。やっぱり赤トの巻いてるんですね。あ、餌巻いてるから、うん、ちょっとじゃあ若干向こう気味に。そうだね。うん。場所やね。場所だ。お、三連ちゃん。三連ちゃん。おお。重い。そんなに大きくはないね。あらららそっち肩はちょっと細いですね。赤塔によれば寄るほど大きいですね。おお、来た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 。うわ、すごい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 。おお、三か。いいやな。肩がまあまあ大きい方かな、これ。おお、ええやん。うん、やっぱこっち側肩今いいですね。ちょっと遠投したら。もうよう飛ぶ。ちょっと大きいのを狙いたいね。一匹か。細いな。細い。泳がせたら面白いね、うん、これね。でもほんまイワシがね、表層ちょろちょろしてるから、うん、青物チャンスありますよね。ねえ、青物いてるわ絶対。こうナブラ起きたら、そう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 、ドルは投げたら面白いですよね、うん、ナブラ起きそうや。ねえ、起きそうですよね、うん、あ、こう潮目見えるでしょ。 あれね、うん、はい、あ、ここでさっき青物が、うん、あれが潮目がこっち来たらもしかしたら、うん、可能性ありますよ ねイワシがほんまちょろちょろ ねそこもすごい跳ねてる。すごい跳ねてますね。ベイトだらけですね。ベイトだらけやん。ぬめりが。
と短冊を細く。これ。やった。ガシー君。超小さい。まだある。だぞ。ベラです。ベラです。いそうですけどね、なんか潮目がいいところにできてる、ね、ほら行け、掘ったら食うと思うんだけど、タもいる。いや、そんな大きくない、大きくない、大きくない。マグロ、あバレんかったら今引き寄せたんですけど、塩かな、塩やろね、そんなに思わないね、うん、さっきも釣れたんですけど、エソ40、30センチぐらいのエソで、あ、エソか、全然暴れんから。暴れんね。おお。何やろうね。抵抗。おお、ちょっと。慎重にいかな。あ、来た来た。来た。エソのすれあたりや。やっぱりエソか。通りがかりのすれ。いや、さっきもエソやったんですよ。うん。エソ湧いてるんだな。うん、エソ湧いてます。2匹目。この間来た時もエソばっかり釣ってた、誰か。エソしかおらんな。名前が悪いよね、エソっていう。うん、もうちょっとかっこいいな。もうちょっと可愛げな。ボラとかエソとか、うん、ゲドウの名前って。エソか。はいらんな。リリスよ。うん。船頭さんもでもエソ多いって言ってましたもん。うん、エソあたりか。さて、ナノさん。はい。たくさん釣れましたね。釣れたね。はい、うん、もう爆釣ですね。爆釣やね。ちょっと何匹釣れたか。うん、ちょっと数えてみましょうか。はい、数えてみましょうか。はい。はい、1、2、3、4、5、11、12。あれ。11、12、13、14、15、68、69。わあ、すごい、ちょうど2人。最後70、いやすごい、すごい、まだまだやってたら、そうですね、釣れるんだけど、まあ釣りすぎても、うん、もうこんだけ釣れたら十分、もうさわくんめんどくさいこんなもんでいいです、十分です、はい、爆釣ですね、うん、素晴らしい、うん、短時間の割に、そうですね、一気にさーっと釣れたんで、そうです ね、サイズはレギュラーが10センチから、うん、そうやん、12センチクラスがレギュラーかな、今の大きいやつで15ぐらい、うん、ね、うん、ね、短時間で、そんな時間もね、そうそうそう、ね、うん、短時間で持ってくれたら、もうアジに全集中じゃなかった、これだけの目標かな、よかったんじゃないかな、うんうん、今回爆釣、うん、ええ感じで終わります、気持ちよく、うん、また来月から9月ですかね、そうですね、秋から、いい季節が、はい、タチウオですね、行きたいな、うん、また今後とも、はい、いろんな魚を取りたいと思いますので、うん、はい、そうですね、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、ありがとうございました、ありがとうございます。